場内の音声が止まりました。さあいよいよあの人の登場です。プライドの森、このテーマ曲が鳴り響く。西武ドームにアントニオ猪木が登場しました。おそらく今日一番に近い歓声が起こっています。西武ドーム全員がスタンディングオベーションです。花道をゆっくりとスーツ姿のアントニオ猪木さんが入場してきます。果たしてこのプライドのリングでアントニオ猪木は何を語り、この先何を見つめているんでしょうか。威風堂々アントニオ猪木、ついにこのプライドのリングに今入りました。猪木さんの前にすみません、ドリームステージエンターテインメントの森下です。本日はこんなに暑い中、たくさんの人にご来場いただきまして誠にありがとうございます。本大会は、グランプリを除きましてプライド10ということで、10回を記念する大会です。これまでの6試合、壮絶な、戦いを、ファイターは見せてくれましたが、この後の4試合に関しまして、こちらに来ていただきました、プロデューサー、プライドプロデューサーアントニオ猪木さんのプロデュースによる試合を、お送りさせていただきます。これまでも、猪木さんには陰ながら応援をしていただきまして、いろんな力を貸していただきましてマッチメイクを、組んでまいりましたが、今後は、プライドプロデューサーアントニオ猪木として、皆さんの、希望される、皆さんの望まれるマッチメイクを、ドリームマッチを、ドリームステージ、そしてアントニオ猪木さんと共に作っていきたいというふうに思っておりますので、皆さんまた応援よろしくお願いいたします。元気ですか。今日は初めてこのプライドのリングから皆様にご挨拶を申し上げます。今ご挨拶にあった通り、本当にプライドの人気も上昇気流に乗っています。この暑い中、本当に多くの人が駆けつけてくれ、大盛況のうちに開催することができました。本当におめでとうございます。暑い夜に熱い戦いが似合う。選手の皆さんも素晴らしいファイトを続けてくれてますが、私もそして皆さんと共にこれから世界に向けて格闘ロマンの道を突き進んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとう。やりますか。暑さをぶっ飛ばすぞ。行くぞ。